こんにちは、りょうだよ。今回は飛ばない最強全身脂肪燃焼エクササイズ、本気の全身痩せトレーニング一緒に頑張っていこう。はじめは手首と足首を回していく動き、しっかりとウォーミングアップで怪我の予防をしていくよ。手首と足首も細くなってくれるから嬉しいだけだ。またこのチャンネルではダイエットに役立つ情報を毎日投稿しているので、見逃さないようにチャンネル登録して待っていてくれよな。5、4、3、2、1、 OK、 レースファイト。そしたら次の種目は足を外に開いていく動き、息を吐いて足を開いて斜め後ろに開く意識で行ってみてあげてね。スタート。こちらはヒップアップ、太ももやすりめちゃくちゃ効果的。お尻の横を意識しながら行ってあげて、綺麗なお尻周りを作ってあげような。それではもう少し、3、2、1、 OK、 ナイスファイト。そしたら次の種目は内にキック。今はね外に開いたから、次は内側にキックして内もも寄せをしていこうな。それではスタート。内側にキック、サッカーボールを蹴るようなイメージで息を吐いて足を内側にキックしていこう。内ももに隙間ができるよ。嬉しいだけだよね。それではもう少し、3、2、1、 OK、 ナイスファイト。そしたら次の種目はスクワット。息を吸って腰を下ろして吐きながら上がっていこう。それではよーいスタート。膝が内側に入らないようにお腹にもグッと力を入れて、腰も丸めないように行ってあげてくれ。そう、いい感じだ。太もも痩せヒップアップに効果的。全然ね浅くても大丈夫だよ、深くなくても OK。 今のあなたにできる範囲で完璧を目指さず、ベストを尽くすことに意識を向けて行ってあげてくれな。5、4、3、2、1、 OK、 ナイスファイト。そしたら次はワイドスクワット。今よりももっと足を大きく広げて行っていくスクワットだよ。内もも寄せに効果的。スタート。息を吸って吐いてあげていく。内ももを意識しながら行ってあげてね。それではもう少し、3、2、1、OK、 ナイスファイト。そしたら次の種目はサイドスクワット。息を吸って腰を下ろし、内ももを伸ばす意識で行ってあげてね。それではよーいスタート。後ろのリズムに腰掛けるイメージで内ももを伸ばしていく。どちらかというと伸ばしている足に体重をかける意識。結構ねこれ見てると曲げている方の足に体重がかかっているようなイメージなんだけど、実はねこちら曲げている方の足じゃなく伸ばしている方の足に体重をかけてあげると内ももが使われやすくなるよ。それではもう少し、3、2、1、 OK、 ナイスファイト。そしたら次の種目は四股踏みスクワット。息を吐いて足を横に持ち上げてズンと床に足を下ろしスクワットしていく。お相撲さんになったイメージだね。こちらも膝が内側に入らないように注意をして行ってあげよう。横に足を上げることによって浮き上げ解消効果も得られるよ。さあその調子頑張れ。結構きついよね。もう少しだよ。5、4、3、2、1、 OK、 ナイスファイト。そしたら次の種目は内に足を上げていく動き。息を吐いて足を上げていくよ。それではよーいスタート。息を吐いて内に内に、そういい感じだ。グッジョブ。
それではもう少し、3、2、1、はい、OK、ナイスファイト。そしたら次の種目、内に足を上げて腕を横に振っていく動き、しっかりと体をひねっていこう。それではよーい、スタート。グッグッ、そう、いい感じだ。足を内側に上げて体もしっかりとひねっていく。そのことによって浮き輪肉解消効果が得られ、くびれもできて、ぼっこりの中解消、内ももも細くなってくれるからね。うれピーマンだ。そうそう、の調子頑張れ、いける。それではもう少し、3、2、1、 OK、 ナイスファイト。そしたら次の種目、クッキーサンド、腕を上げる動き、これねマジできつい。途中で立ち上がっちゃっても大丈夫だからね。よーい、スタート。しゃがんだ状態で腕を上げていく。これマジ太ももがちぎれそうになるんだよね。しかも二の腕痩せ効果も腕を上げることによって得られてしまう。うわ、すごい、一石三鳥です。お尻痩せ、太もも痩せ、二の腕痩せ。でもちょっときついから、これ途中で全然終わってもいい。完璧にできなくても大丈夫。今のあなたにできる範囲でベストを尽くしてあげてくれよな。5、4、3、2、1、 OK、 ナイスファイト。そしたら次の種目は、足を上げて外に回していく動き、股関節の付け根から動かすイメージで行ってあげてね。それではよーい、スタート。普段から股関節をこうやって動かしていない、回していないと股関節の動きが悪くなり、足が上がらなくなって、ね、転びやすくなってしまったり、血流が悪くなって痩せにくくなってしまう。しっかりと股関節周りを動かし、痩せやすい体を作ってあげような。そう、その調子、いけるぜ。あ、いい、ぐるっと回っているぜ。3、2、1、はい、オッケー、ナイスファイト。そしたら次の種目、腕を斜め上に伸ばして W ポーズをしていこう。背中のハミ肉解消効果があるよ。スタート。伸ばす W、 伸ばす W、 そう、いい感じだ。背中を意識して肩甲骨から腕を動かしていくイメージ。はい、そう、その調子。それではもう少し、3、2、1、 OK、 ナイスファイト。そしたらラスト2種目、いける、頑張れる、あとちょっとだ。膝と肘をつける動きと腕を上げていく動き、スタート。タッチタッチ、そう、腕もしっかりね上げていって、万歳して、そう、横に足を持ち上げ、肘と膝をタッチしていく。肩甲骨から腕を動かすイメージで、こちらは太もも痩せ、ぽっこりお腹解消、背中のハミ肉解消効果が得られる。お腹周りもスッキリして背中美人にもなれる。どうだ、嬉しいやな。こちらの種目一緒に頑張っていこう。5、4、3、2、1、 OK、 ナイスファイト。そしたらラスト1種目、いける、頑張れる、ね、きついけど一緒なら乗り越えられるよ、いける。よーい、スタート。かかとを上げ、息を吐いてかかとを上げていく。つま先で床をつかむ意識で行ってあげて、ふくらはぎもしっかり使ってるイメージ持ってあげてくれよな。ふくらはぎが痩せて足首が細くなり、太ももも痩せてしまうという、なんてこった、パンナこったな、嬉しい種目。しかもむくみ解消効果も得られるからね。ふくらはぎは第二の心臓と言われるほどめちゃくちゃ大事な筋肉、しっかりと鍛えて痩せやすい体を作っていこう。もう少し、 OK、 ナイスファイト。ここまで一緒に頑張ってくれたのだ、めちゃくちゃ素敵だ。自分のことしっかり褒め褒めしてあげてくれよな。でまた次の動画でお会いできることも楽しみにしているぜ。またね。